どうも、マリです。そしてこちら、巨大なコンテナボックス、横170センチ、奥行き123センチくらいで、高さがこれぐらいだろうな、多分70センチくらいある巨大なコンテナ。これもともと多分ね、鯉の養殖とかに使われるやつなんですけども、今回これをね、2つ購入しました。まあ、中古でね、非常に安く手に入れることができたんですけども、これを購入した理由とは、なんとこの度ですね、超巨大なワニガメを2匹新たに、この俺が今ね、制作中の爬虫類館で引き取ることになりました。まあ、元の飼い主さんが諸事情でね、飼いきれなくなってしまったということで、まあ、引き取り先を探してて、まあ、ちょっと前にね、法改正があって、特定動物の新規の愛玩目的、つまりペット目的での飼育が禁止されてしまったので、俺みたいななんか展示の動物取り扱い業とかを持ってる人じゃないと、新規で特定動物を飼育できなくなってしまったんですね。まあ、なかなか本当にもう引き取り手が見つからないということで、じゃあ俺が、スペースもたくさんありますし、引き取りますよ、でっかいワニガメ欲しいし、と思って、生身出まして、今回ね、大きなワニガメを引き取ることになりました。そのワニガメを飼育するための飼育施設としてこちら用意しました。その巨大なワニガメがね、1匹が高長どれだ、40、50ぐらい、うん、でもう1匹はもう本当にバカでかい、高長60ぐらいの、俺が今まで見たワニガメの中で一番でかいんじゃないかなってぐらいのサイズのワニガメ、本当多分イズーの巨大ワニガメと同じぐらいかな、もうそれより大きいかもしれないってぐらいのワニガメで、まあ、そのぐらいの大きさのワニガメでも、まあ、ワニガメってそんなに積極的にガンガンね動き回る生き物じゃないんで、これぐらいの大きさのコンテナがあれば、まあ、本当に超巨大ワニガメになると、まあギリギリかなって感じですけども、これぐらいの大きさがあればね、飼育できるなと思いまして、こちらを購入しました。ワニガメみたいな危険なね、特定動物はちゃんとしたもう頑丈な飼育施設で、蓋もしっかりして鍵を閉めてね、保健所の許可をもらわないと飼育できないという生き物なので、今回これを使ってワニガメの飼育許可が取れる飼育設備を作っていきたいなと思います。まあ、これね、こんだけの水量に耐えれるような容器なんで、めちゃめちゃ頑丈です。で結構、重たいんですけども、側はこれで OK です。だからあともう蓋を作って鍵を閉めるだけって感じですね。で早速こちらの蓋を作っていきます。まあ、まずね、枠はこの普通の木枠でいきます。この木で枠を作って金網を貼り付けるっていう感じですね。よし、とりあえずこれで枠は OK で、つける金網はこちら、このエキスパンドメタルをね、深谷図書カフェの店長さんが余ってるのあるんですって安く売ってくれまして、これをつけたい。これが 182×90 ぐらいかな、だからちょっと大きさが合わないので、2枚重ねたり切ったりしなければなりません。まあ、かなり頑丈なね、鉄製の網なんで、まあ、割り紙に破られるってことはないですね。このワイヤーカッターでね、よいしょ、この辺でよいしょ切っていこう。あら、上手で、ちょっと足りないところはこうやって2枚うまいこと、まあちょっとかぶせて、これ多分ね、ディスククレンダーで切った方が早いんですけど、鉄粉が曲ぐんで、あえてこうやって苦労して切ってます。なんか変なところ筋肉が鍛えられそう。でこの木枠に金網を止めていくわけですけども、今回こちらタッカーを使うんですけども、普通のタッカーじゃありません。今まで使っている手動のやつじゃなくて、エアタッカーですね。非常に強力なパワーのあるこのコンプレッサーを使ってね、圧縮した空気で打ち出すタッカーです。これで止められると思う。しっかり止まるやんけ。ちょっと位置がシビアで難しいな。はい、じゃあこれね、金網が、木枠に止められましたので、次はこの金網2つのね、次この金網同士をくっつけるのにこれを使います。これはなんていうかよくわかんないけど、深谷課長カフェ店長牧野さんが貸してくれた金網同士を縛るやつ。なんかこう2つの金網が重なってるとこに入れて、トリガーを引くと、はい、まあまあ頑丈なしっかりした蓋ができました。これだったら特
生動物もね、破って逃げ出すってことはないでしょう。これをこのコンテナの上に乗せて固定するわけですけども、まあ、前面はここにこう鍵をつける感じになるんで、まあ、特に固定はしないんですけども、裏面をですねこうパカッと稼働できるようにしたいんで、結束バンドを留めていきます。まあこの辺に穴を適当に、開けちゃう。このコンテナ新品で買うと12万ぐらいする、非常にお高くていいものらしいですけど、穴開けちゃう。特別にね、1個3万円で入手することができました。マジでリーズナブル。もともと結構穴が開いてるんで、ここも活用しつつ、下から穴に通してよいしょ、緩めにこの蓋をね動かせるように止めます。はい、こんな感じ。取れはしないし、開かないということもないぐらいの感じで止めます。はい、じゃあね、結束バンドをつけてこう開閉できるようにしたら、次は特定動物の使用施設って鍵がかかんないといけないんですよね。じゃあこの木の枠の部分にこの丸い穴の開いた金具をつけます。この辺かな、まあこの辺かな。よし、はい、じゃあこっち側も同じように金具をつけますと。よし、そしたらここに穴を開けます。で、ここにこのワイヤーロックをこう通して、カチッとロックすれば蓋が開かないというわけですね。反対側も同じように穴を開けたので、ワイヤーを通して、よいしょ、ロックするというわけです。この2箇所ロックをつけたんで、決してこの扉が開くことはないというわけです。でこのコンテナね、ありがたいことにここにもう排水がついてるんですよ。でもいちいちこうやってね、何回もネジをぐるぐるやって排水するのは大変なので、もうこのコックをつけちゃってね、楽に排水できるようにしたいと思います。なのでここのネジが、まあこれがねぴったりなんで、ここをはめるんですけども、まずちょっとここにシールテープを、よいしょ、これ何周ぐらい巻くのなんか、5、6周ですね。そんなに、はい、こう巻くんだね。よし、よしと。で、ここにまたこれを、どのくらいだろう、この VP40 のパイプを刺して、このコックをつけるという感じになりますので、まあ、ここに塩ビ接着剤を塗り塗り、ここにも塩ビ接着剤を、ね、塗り塗りして、でこのバルブの方にも塩ビ接着剤塗り塗り、こっちもまた塗り塗りして、こんな感じですね。よし、これで楽々排水システムが設置完了。じゃあね、排水機構をつけたんで、ちょっと水を入れて排水の具合を確認してみましょう。はい、ある程度ですけど水をためましても、水漏れありません。 OK で、このバルブをひねると水がバーッと出てくる。こんだけ太いバルブなんでね、1000リットル入りますけども、まあ、これだったらそんなに水が抜けるのも遅いってこともないと思います。でこのコンテナありがたいのが、この排水のところがちゃんとへこんでて、最後まで水が全部ね抜けてくれるようになってるんですよね。
っぱり生き物買う用のコンテナなんでね、そこがありがたいですね。ちょうどこのね、うちの池といいますか、なんか水が溜めれる、まあ、排水もちゃんとついてる、水場のところに排水口を向けて設置してますんで、水替えが楽々。もう一個全く同じものを作りました。これでワニガメの飼育容器完成です。これでね、早速保健所に今申請書を書いて申請を出します。で、まあ、許可が下りたら移動の申請を出して、引き取り先から引き取ってきてここに入れて、また保健所がね確認に来て、飼育が開始できるという形になります。という感じでね、今回はワニガメを引き取るためにワニガメの飼育施設を作成しました。で、まあ、今回その引き取り先が猶予があんまりなくて、まあ、早急に引き取ってほしいってことだったんで、まあ、急遽とりあえずこのワニガメをね飼育する許可は取れるっていう感じの施設を作りました。だからメンテナンス性も悪くはないけど、まあ、そんなに良くないし、まあ、干渉性ははっきり言って全然良くないので、まあ、俺がこの爬虫類館をオープンするときはもっと干渉性のいいね、あとメンテナンス性のいいケージを作り直して、またなんか申請し直して飼育しようかなと思うんですけども、とりあえず今回ね早急に引き取るためだけに、このケージを作りました。なんとこのケージはね、またそのうち変えます。ワニガメがうちに来たらまた動画を出しますんで、気になる方はぜひチャンネル登録してまた見てください。という感じで今回の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。